本の棒がピッタル進みます。倒れる感じ。あ、はい、この場合3本倒れましたので3点になります。よろしくお願いします。おこんにちは、西行き魔小学校 PTA です。本日はモルックで遊ぼう会第1回目を開催いたしました。参加の募集をかけたところ、たくさんの方に申し込みをいただきました。本日は盛り上がっていただきました。西行き魔小 PTA では各学年各クラスにモルックセットを昨年度贈呈させていただきました。モルックは棒を倒して点数を競うゲームとなっております。フィンランドの伝統的なスポーツです。本日はありがとうございました。モルックをやってみて思ったことは、モルックを投げたら変なところにバウンドして当てるのが難しかったです。モルックをやって難しかったのはぴったり50点に合わせることです。モルックをやって難しかったのは、結構難しいんだけど楽しくできたこと。一回やっただけで結構疲れました。点数をぴったり合わせるのが難しかったです。楽しかったです。難しかったけど楽しかったです。